本日もアニメレビューの時間です。世はまさに緊急事態宣言真っ只中。私の動画を見てる人は基本的にインドアな趣味だろうから全くもって問題ないね。リュウさん、それは決めつけや。え、暖かくなってきたし BBQ に行く予定があったみたいな視聴者いる？いるかもしれへんやろ。 BBQ 行くなら牛角にでも行った方が美味しいよ。片付けもめんどくさいし。 BBQ 全否定や。ま、この2週間皆さんゆっくりアニメでも見て過ごしましょう。そんなわけで今日のレビューはこちら、エクスアームだよ。おお、なんかかっこいいアニメやな。一応本編の画像を出す前に軽く説明しておくと、この作品の原作はグランドジャンプ少年ジャンププラスで連載していた漫画作品なんだ。ジャンプ系ってことやな。最近は鬼滅の刃、呪術廻戦とノリに乗っとるからな。この作品も期待できるわ。制作会社は、私全然知らないところだったんだけど、ビジュアルフライトというところ、2007年にできた制作会社なんだ。最近はポンポンアニメ制作会社できとるし、逆に創立14年の制作会社ってめっちゃ安心やわ。老舗とはいかんまでも業界歴が長いってことやろ。安心や。監督は木村義勝さん。アニメ監督の経験はほとんどなくて、過去に全然流行らなかった縦アニメという媒体で1話1分のウェブアニメ作ってたくらいかな。なんか不安材料が。この作品、一言で言えばとんでもなくハイカロリーなアニメなんだ。カロリー、作画がとんでもないってことですか。予算かかってるなーみたいな。逆だよ、作画がとんでもなく悪いんだ。なんやこれ。この作品は前代未聞なことが起こってるんだ。何せ 3DCG なのに作画崩壊してる。え？ CG というの果て書きの作画と違って、基本的にはキャラクターのモデリングして、そのモデリングした CG を動かすことでアニメーションにしてる。コンピュータ上でキャラクターのお人形を作って、コンピュータ上でそれを動かしてる感じやな。うん、だからモデリングの時点でキャラクターの作画というのはある程度完成されてて、1枚1枚手書きの 2D な作画と違って、基本的には崩れたりすることはない。だけどこの作品はそのモデリングの時点でやばい。この作品が放送されたのは2021年だけど、2000年の作品ですって言われても納得できるくらい、あまりにも CG のクオリティが低すぎるんだ。なんやねんこの表情、どういう感情やねん。基本的にキャラクターの表情は接着剤で固めたのかってくらい硬い。表情筋が未発達なキャラが多すぎて、キャラクターの表情からまるで感情が伝わってこないんだ。とんでもない作品が生まれてしまった。見てるとわかるんだけど、基本的にキャラの目の焦点は合ってない。キャラ同士で喋っててもどこ見て喋ってるんだと思わず、突っ込みたくなるほど焦点が合ってない。あかんな。なんか、画面の外にいる私たちを直接見られてるような不気味さすら感じる視点や。焦点が合ってないし、口も半開きなことが多いし、たまに、セリフと口の動きも合ってないし、見れば、見るほどなんか不安になってくるアニメなんだ。画面に出てるキャラクターたちが一体何を考え、どこを見ているのか、アニメーションという媒体なのに見ていて、まるでそれが伝わってこないんだよ。これジャンルとしては何なんですか？ギャグアニメですか？ギャグアニメでもホラーアニメでもない、SF アニメなんだ。よりにもよって。ただ、ストーリー自体は決して悪くはないんだ。主人公は、ある日、交通事故に遭ってしまうんだ。目が覚めると、16年後の未来、2030年、しかも、自分は、脳だけの存在になってしまってるんだ。自分を、こんな姿、エクスアームという兵器にしたのは、誰なのか。エクスアームとは何なのか、記憶にない10年前のテロを起こしたのは自分なのか。 CG のクオリティは低すぎるけど、ストーリー自体は真面目な SF アニメだから見れちゃうのが、この作品のある意味での面白さでもある。脳だけの存在になってる主人公ってのは確かに面白いですし、きちんと気になるストーリーにはなってるんやな。うん、序盤はエクスアームを使った犯罪だったり、エクスアーム絡みの事件を解決しつつ、ヒロインヤバリなアンドロイドとの仲を深めつつ、ストーリーが展開していく。3話くらいになると、脳だけの存在になってる主人公が、戦闘用ボディを手に入れて戦闘したりと、盛り上がりどころもきちんとあるんだ。このシーンだけ見ると、面白そうに見えるんやけどな。ただ、基本的に戦闘シーンは見ていられないくらいひどい。単純に、CG の動きが、のっそりのっそりしてるから、この戦闘用ボディでの戦闘シーンも、スピード感どこいったと思うほどのろいんだ。まあ、ほらしゃあないんかもしれへんやん。予算とかスケジュールの都合でこうなってしまった、かもしれへんやん。いや、それだけじゃない。もちろん、それもあると思うんだけど、この作品は、CG のクオリティ以前の問題が多すぎるんだ。え、CG のクオリティ以前、そんな最大の欠点がお膳立てやなんて。まず、尺の使い方がおかしい。ストーリー構成がきちんとできてないんだ。メインヒロインである、ミナミが、1話の終盤で追い詰めた敵を唐突に殴るんだ。まさかの私と同じ名前で、草も生えないですよ。殴った後にヒロインが、強い力は、弱い者のためにあるんだ、と決めセリフを吐く。そんなセリフに対して、敵も味方も何も言わずに無言っていうシーンが5秒も続く。
こういう風に意味不明な間が結構あって、何かその後にセリフが出てくるのかと思ったら場面転換したりエンディングに入ったり、一体今の間は何だったんだって間が多すぎるんだよ。その意味不明な数秒な間で尺調整してるんやな。うん、一番意味わからないのは中盤で、主人公の敵であり10年前にテロを起こしたベータという存在がいきなり主人公の前に現れるんだ。というかこの目玉の親父みたいなの主人公なんか。ベータに対して主人公がこんなセリフを言うんだ。ベータ、俺は必ずお前を。お前を、お前をなんや。いや、その後のセリフはないよ。え、お前を倒すだったり、お前を許さないだったり、何かしらのセリフが出てきそうなまま無言で5秒くらい、このシーンが映されてエンディングに入る。あかん、もう、CG のクオリティの以前の問題や。うん、1話1話のストーリー構成、尺の使い方がまるでできてない。だから、こうやって無言の間を作ることで尺稼ぎしてる。演出面もかなり悪いんだ。この作品は、戦闘シーンもかなりあるけど、その中でスローが多用される。私の持論として、スローを多用する監督はセンスがない。辛辣。スローにする意味を理解せずに、スローにする監督がいるんだよ。スローは、そのシーンをじっくり見せたり、ハイスピードなアクションの中で緩急をつけるために使われる。だけど、この作品の場合、元々の CG のクオリティが低いのに、それをじっくり見せてどうするんだよ。くさ、むしろスローにせずになるべく、早く動かした方が、ごまかしが効くって話やな。戦闘シーン自体ものっそりのっそりしてて、スピード感や重力どこ行ったみたいなシーンが多いのに、それをゆっくり見せても緩急がつくわけでもない。スローの意味がないんだよ。何のためのスローなん。おそらくこれも尺稼ぎだね。無駄にスローを多用することで秒数を稼いで尺調整してる。 CG のクオリティ以前の問題がどんどん出てくる。カメラワークもひどいんだ。いきなりキャラがギュインと画面の端から出てきたり、唐突に寄ったり引いたり、カメラがいた手で操作がわからないお父さんみたいなカメラワークになってる。無駄に高いカメラ買った早いけど、ピントの合わせ方とかまるでわからへんくて、宝の持ち腐れ。私のパピーや。音響もひどいんだ。そこも特に1話なんかキャラクターの声がこもってる。 BGM にキャラの声が書き消されてて、セリフが本当に聞き取りづらい。そんなに。コロナ禍の収録でマスクしながらでも収録したのかって思うくらいこもってるんだよ。音響監督さんは何しとるんや。ついでに言えば効果音もひどい。全体的に音がものすごく軽くて、拳銃の音がパスンパスンいってて、なんか唾でも吐いてるみたいな音してる時がある。弾丸が唾なんか。カメラワークもひどければ、演出もひどければ、音もひどい。 CG だけじゃなく、ストーリーと声優さんの演技以外の全てがひどい。どうしてこうなってしまったんや。最初に言ったけど、この作品はめっちゃハイカロリーなんだ。ストーリーは別に理解できないほど難解ってわけじゃない。でもアニメーションとしての表現がひどすぎて、素直に頭に入ってこないんだよ。なかなか消化できない。キャラの表情から察することもできへんしな。しかも演出意図がわからない部分があるんだ。いや、もうここまで意味不明な部分ばっかやのに、さらに意味わからへんところが。こちらをご覧ください。なんやこれ。今まで CG のシーンばっかり見せてきたんだけど、この作品はフル CG アニメじゃない。8割くらいが CG で2割が手書き作画。え、いや、え、 CG を使ったアニメだと、例えば機械とかロボットだけ 3DCG で描いて、あとは手書きの 2D で描くっていう作品は珍しくない。ここ10年くらいでフル CG アニメも増えてきたし、遠いカメラアングルのシーンだけ人物を 3DCG で描くっていうパターンも出てきたんだ。最近レビューしたのだと裏世界ピクニックもそうやったな。ただそういう風に 2D と 3D を併用しちゃうと、どうしても画面に違和感が出ることがあるんだ。それをこの作品は平然とやってる。これは1話のシーン、交通事故に遭う前の主人公は 3D で描かれて、主人公の兄は 2D。 兄弟で住んどる次元がちゃう。隣にいるのに次元がちゃう。意味わからないでしょ。兄貴以外にも1話しか出てこないキャラとか、あまりアクションとかがないキャラは 2D なんだ。あかん、 3DCG の空間に 2D キャラがいるせいでペラペラ感がすんごいわ。吹けば飛びそうや。こんな違和感のある絵面を許してしまってる。はっきり言ってこの作品は最低だよ。原作がない作品なら好きにしろって思うけど、原作がある作品をこんなクオリティに仕上げてしまってる。ジャンププラスとはいえジャンプ作品やのにな。ストーリーは悪くないんやろ。うん、すごく実直なんだ。 X アームという特別な武器の正体、ベータという敵の正体、主人公が脳だけにされてしまって経緯とか、終盤で一気に明らかになる。なんやろな、もうこの絵面だけで笑ってしまうわ。死んだと思ってた 2D 兄貴も 3D 兄貴になって復活するし。くさ、あかん、意味わからなすぎるわ。いや、実は生きてました的な展開なのはわかるんやけど、なんで次元が変わっとるんや。宿敵だったベータを倒したかと思ったら、終盤には世界規模の戦いになるんだ。どういう状況やねんこれ。上海殺技団か何かなんか。
主人公やヒロインたちと協力して、そんな世界規模の戦いを終わらせて、めでたしめでたしだよ。意外と、話は1クールでまとまってるんだ。なんやろ、逆にまとまってるんかいって、突っ込みたくなるわ。アニメの放送中に、Xアームの続編の漫画も連載が終わっちゃうし、なんか、もういろいろととんでもない作品だったよ。原作の魅力とか面白さを1割も引き出してない感じやな。ちゃんと作られてれば、だいぶ印象が違ったと思うよ。攻殻機動隊とかの影響は感じる作品だけど、キャラクターやストーリーは悪くなかった。でも、その魅力を感じる前にいろいろな要素が邪魔してくる。せめて、ほんま、せめて 3D と 2D どっちかで統一してほしかったな。予算なのかスケジュールの問題なのかわかんないけど、なんで、こんな混在した作品にしたのか本当にわからないんだよね。過去回想も、終盤には結構入るんだけど、現代は 3D なキャラが、過去では 2D になってて、キャラデザが違いすぎて同一人物と頭で認識できないんだよね。あかん。同一人物には全然見えへん。普通のアニメの場合は作画崩壊しても BD とかで治る可能性はある。でも、もし、この作品の作画を修正するとしたら、この作品は 3DCG だし、モデリングから全てやり直さないといけなくなる。キャラデザからやり直しレベルやからな。これを作画崩壊って表現していいのかも謎や。いろいろと前代未聞な部分が多すぎるんだよね。まさか CG で、作画崩壊って言葉使うとは思ってもいなかったよ。ほぼアニメは初めての監督さんと、2007年から存在するけど、制作元請けは今作が初の制作会社が合わさった結果生まれてしまった悲しい化け物なのかもしれないね。次元を自由に行き来する化け物恐ろしや。じゃん。